桜町熊本は、熊本県熊本市中央区桜町にある、熊本桜町バスターミナルに付随した複合商業施設。商業施設、桜町のほか、シネマコンプレックス、バスターミナル、熊本城、ホール、ホテル、住宅、オフィスビルから構成され、随所に競り出したテーラスに植栽した、空中庭園を持つ外観が特色となっている。 九州産業交通ホールディングス参加の九州産高ランドマークが運営する桜町熊本とも表記する1969年に熊本県庁跡に建設されたバスターミナルである熊本交通センターを含む桜町花畑町一帯の市街地再開発事業により建設された複合施設で九州産高ホールディングスと 九州参考ランドマークの両者が出資した、熊本桜町再開発準備株式会社が事業主となり、施設運営は九州参考ランドマークが担当する。2015年から既存施設の閉鎖を呼び建物の解体に着手、商業施設としては2019年9月14日に開業した。再開発に合わせて、隣接する熊本市産業文化会館跡地はオープンスペース、 花畑公園となった。建物の設計は、日券設計、大野広設計事務所 JV。施向は、大成、吉永、岩永、水戸屋、新規、JV が担当した。商業施設部分のプロパティマネジメントには、JLL モールマネジメントが参画し、テナント誘致や施設運営計画などを担当している。熊本交通センターは、 日本最大級規模のバスターミナルであるが2000年代に入るとバスターミナルを含む桜町一帯の再開発構想が持ち上がっていた。当初は2011年度までに開発事業に着手2014から15年の全面開業を目指すとしていた。当初の事業費は約450億円を見込んでおり2010年度の九州新幹線全線開業の 関係上前倒しする可能性も示唆していた。規模は地上10階、地下1階。現在のすべての建物の総面積のほぼ2倍にあたる約20万平方メートルを予定し、既存の建物はすべて取り壊し、商業施設、専門店、シティホテル、賃貸、分譲マンション、医療施設などからなる複合高層ビルに建て替えるとした。さらに、 現在36の発着所があるバスターミナルはバスも事業者による路線再編を睨み規模の縮小を行った。その後、経済情勢などから開発計画は停滞していたが2012年10月31日に2018年完成予定として再開発計画が再度発表された。事業費は約500億円を予定し都市再開発法に基づく 公的補助も得る予定とした。伝統と歴史を継承する新たな交流拠点、熊本、新城下町をコンセプトに、延べ床面積は十三万ないし14万平方メートルの規模となる。バスターミナルは従来道立平部に設置し、従来のものに比して縮小、乗り換えの動線を短縮、バリアフリーにも対応した設備とする。再開発後、バスの侵入路は南北に設け、 現在の東側は廃止。既存の建物は2015年より解体し、東側に商業施設とホテルを建設、西側に3000人規模のコンベンション施設や100個程度の都市型マンションを建設する。商業施設への県民百貨店の再入居は未定としていたが、2014年8月の取締役会において、 営業継続を断念し、2015年2月末日をもって閉店することとなったため再入居はしない、方針であることから、今後は、県民百貨店に代わる、新たな各テナントを求めていくとしていた。なお、ホテルは2017年12月にリゾートトラストが、ホテルトラスティプレミア熊本を、シネマコンプレックスは2018年1月19日に、東方シネマズが、 東方市ネマズ、熊本桜町を地下のスーパーマーケットは、フードウェイがそれぞれ同施設内に開業することを発表した。周辺では、NHK 熊本放送局の花畑公園北側への移転や、熊本市産業文化会館跡地の再開発も予定されている。熊本市も交通センター東側の道路をシンボルプロムナードとして、 遊歩道化するなどの計画を発表している。再開発に向け、まずは既存の建物の解体に着手した。これに伴い、隣接する県民百貨店は2015年2月末に、交通センタープラザセンターボールは同年3月末に、交通センターホテルセンター駐車場は同年6月末に順次営業を終了。同年9月末日をもって、 当センターは閉鎖された。その後、順次解体工事に取り掛かり、解体工事終了後に新施設の建設が始まり、当初は2018年の春頃に新施設が完成する予定としていた。なお、旧来のバスターミナル閉鎖から新施設完成までの間、東側の旧市道部分で新施設完成後には、シンボルプロムナードとして遊歩道化される。 予定の230メートルの地点に23カ所の乗降場所を設けたカリバスターミナルが設置されていた。だが、建設途中の2016年4月に熊本地震が発生。この頃はまだ解体工事の段階であったが、今後に備えてより耐震性を強化するほか、 1>, 1万1000人の市民が3日間避難生活を送ることを想定した備蓄など防災機能を付加して設計面でも大幅に見直しが行われた。これによって総工費は予定より跳ね上がり755億円となり、完成も予定より1年半後の2019年9月まで延期となった。その後は急ピッチで工事は進められ、2019年春には外観を披露し、 さらに内部を中心に作業が進められた。完成間近の同年6月26日と7月8日に2度の火災が発生し、工事を一旦中断した時期もあったが、その後は安全性が確認され開業には支障がないと判断されたため、これらの復旧を含めた工事を再開し、同年9月10日には無事竣工を迎えた。新施設完成後はバスターミナルの名称が、 熊本桜町バスターミナルに解消された。理由として県民からは長らく交通センターは熊本県内最大のバスターミナルとして親しまれている一方で県外からの旅行者や外国人観光客などからはバスターミナルであるという認識が低く地区名である桜町とバスターミナルを組み合わせることでよりわかりやすくするためとしている。二千十九年四月三日 施設の正式名称を桜町熊本同年6月6日にオープン日を9月14日とすることを発表。同年9月14日午前10時より桜町熊本としてセレモニーとともに全面開業した。なお桜町熊本のオープンに合わせ開業日の2019年9月14日には九州産業交通ホールディングスが企画した熊本県内バス。 電車無料の人名打ち、九州産業交通ホールディングス参加の九州参考バス、参考バス、熊本バス、熊本都市バス、熊本電気鉄道の運行するバス及び熊本電気鉄道、熊本市交通局の運行する電車の全便が無料となる社会実験が行われた。開業初日には予想の15万人を大幅に超える25万人もの人々が訪れ、 開店前から長い行列を作った。熊本市中心部の商店街などでも人手が増え、来館者は開業10日で100万人を超えた。再開発施設全体としては、地下1階、地上15階の商業棟と、地上15階の住宅、ホテル棟、オフィスバンケット棟、桜町ヒルズ、熊本県内最大のマイス施設、熊本城ホールからなる。住宅、 ホテル棟は、広島のマンションデベロッパーマリモの手掛ける、分譲マンション、ザ・熊本ガーデンズとリゾートトラストが運営する、ホテルトラスティプレミア熊本が入居する。また、桜町ヒルズには、ブライダルハウスチュチュの運営する結婚式場、ラソールガーデン熊本が入居する。商業棟は、全149のテナントが入居し、内熊本発出店は47店となる。 1>, 1階の半分程度が、熊本の交通の拠点である熊本桜町、バスターミナルの乗降スペース。2階は、バスターミナルの総合案内所、佐川急便の宅配カウンターを含めた、熊本情報のインフォメーションセンター、桜町スクエアが設けられる。4階には、旧スクリーンのシネマコンプレックス、東方シネマズ、熊本桜町が入居する。また、地下1階には、 熊本交通センタープラザ線の広場に鎮座していた観音像が復活した。地上4階から7階までの一部は有料の立体駐車場となっている。九州参考リテールの担当者は全ての機能を取り込まず市外を回遊してもらいバスで自宅と行き来してもらう運営方針であると説明している。ありがとうございます。